ヤンキーとかチンピラみたいなやつがたくさんあるんですよ。赤、そう。今まだ誰も選んでないんで選び放題。着れと言われたやつも着るけどね。一応あとカツラが4つ、まあ全部リーゼントなんであれなんですけど。すげえ。三浦大輔的リーゼントと金髪で、これ挑発っすね。じゃあ全員かぶりますか？かぶらなくていいです。あ、なるほど。かぶりたい人にかぶってもらえればっていう感じなんで。あ、僕はそのまんまでいこうかな。だからこれもまんまでいきたいんで、だから残りのやつ。待て、やっぱり想像できない人をかぶった方がいいんだよ、うん、俺らなんか想像できちゃうから。あ、できるか、俺も。できるか。さあさあ。俺はかぶるよ。かぶる。俺はかぶる。どれにしよう。梅はかぶるわ。あ、かぶりますね。かぶりそう。あ、水木くんこれっぽくないな。水木くんこれ好きそう。じゃあこれにしよう。これが梅つくん。うん。これ余ったらどうしよう。梅つくん。あ、来た。梅はもう決まったから、あれさ、ヤンキー選手の将棋で。梅はこの金髪じゃないの？いや、俺そういうのなしで大丈夫。なしで大丈夫。はい。マッキーでも被った方がいいよな。いや、被った方がいい。一番被れたらいい。でも似合いそうだな、普通に。あらまきくんもういけるところまで行ってる。極限まで。あらまきくんのコーデは決めよう。そうだね。いないやつが悪いから。いや、これ最強の参戦だ。